広島商工会議所は、主に、広島県広島市内において営業している、商工業者、団体で運営されている、商工会議所。神戸、名古屋、岐阜に次いで、東京及び、大阪と同日に認可を受けた、日本の中でも、初期から活動している、商工会議所である。青年会及び、女性会のほかに、広島市は、 日本有数の支店経済都市であることから、支店町会という珍しい組織もある。広島市の中区、西区、南区、東区、秋区、跡と町を対象とする。2009年3月末現在の会員数は9382会員。2021年5月現在、商工会議所と県商品陳列所の絵はがき、 下の文字表記及び商工会議所の状況から1921年から1924年頃と推定される。原爆投下前の爆心地模型。右下の L 字の建物が商工会議所。すぐ上の建物が旧本所で当時日赤広島支所。被爆後の市中心部ジオラマ。メディアを再生する愛追橋から見た商工会議所。 1946年米軍映画撮影隊、撮影。1988年の広島平和、記念公園周辺。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成右上が、旧市民球場でその左下が、商工会議所。そこからすぐ下に、原爆ドームが見える。会所準備にあたり、 市内中心である中島本町に事務所を置いた。後正式解消した後は大手町の商工ともらく部内に置く。ただ広島が急速に発展していく中で手狭となったことから新地区移転することになった。1907年、猿学町の元安川淵のあよい橋田元の旧陸軍倉庫跡に木造を2階建てとして新地区移転した。 後1924年、本所北側に、鉄筋コンクリート構造の建物を増築する。なお、当時本所の南に、広島県物産陳列館が建てられているがこれは、県所有のものであり、商工会議所は、それとは別に1926年広島駅前に、広島特産品陳列即売所を建てている。広島市の都市化に伴い商工会議所の業務が、 拡大資本所が手狭となっていったことから、本所の新築移転が決まり、1936年初代の本所は、日本赤十字社広島支部に売却された。1933年7月、改築調査委員会を設置、相生通りを挟んだ北にあった、商魂社の跡地を購入し、そこへ新築移転することに決定した。当初は、 今井賢治が設計を担当していたが、資金案のため規模縮小して建てることになり、織田農聖一役諸議氏の案が採用されることになった。1935年4月着工、1936年4月、春光、施考は、富士匠。L 字型の東館と西館と2つの建物からなり、地上4階地下1階建ての RC 作り。 東館に市内を一望できる展望台を備えていた。1945年8月6日、広島市への原子爆弾投下。ここは爆心地から260メートル離れたところに位置し、ほぼ真上から原爆の影響を受けている。外角は残ったものの、屋根は壊れ、1階の床は30センチメートルほど凹んでいる。内部は1階の一部を残して全焼し、 当時働いていた28人の職員は全員死亡した。現在、アメリカ軍や日本映画社や民間人が撮影した被爆後の爆心地周辺の空中写真が多く残っているが、それらはここの展望台から撮影されたものである。戦後1946年、応急処置が完了した。百四十八年、荒廃した広島で新たな観光施設として、 原爆記念保存物として指定され、国外からの観光客の多くがここを訪れた。その後も補修され、使われていたが、老朽化により、同地にビルを建て替えることになったことから、1964年に解体された。1965年10月1日、広島商工会議所ビルディングが竣工。1967年第8回、BCS 賞を受賞。 広島の建物で初めてアースドリル工法の区域素や外壁にカーテンウォールが採用され原爆ドームに近いことから最新の注意を払って工事が行われた。2008年8月、旧市民球場跡地再開発計画が発表され、広島平和記念公園、原爆ドーム、広島市中央公園の利便性の抜本的な見直しが提案された。その中で、 原爆ドームが世界遺産に登録されて以降その周辺の景観性が重視され出したことから本所の移転が検討されるようになった。2013年春に移転、新築する方向で進めていたが、2011年5月27日、広島市が旧市民球場跡地の利用計画の見直しを表明したため計画も延期すると発表した。ありがとうございます。